皆さんこんにちは。今回はレベルアップ間違い探しです。左右の絵で違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。制限時間は問題の前にお伝えしますね。それでは早速始めましょう。1問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。案内係のイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、左の女性の口が小さくなっていました。二つ目は、右の男性のネクタイが青の無地になっていましたね。気づきましたか？これからだんだんとレベルアップして間違い箇所が増えていきます。準備はいいですか？2問目です。2箇所の間違いを50秒で探してください。入園した子どもたちのイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、右の男の子が靴下を履いていませんでしたよ。二つ目は、男の子のピースの手がグーになっていましたね。すべて見つけることができましたか？手をつないで仲が良さそうですね。それでは3問目です。レベルアップします。3箇所の間違いを60秒で探してください。体操服を着た子どもたちのイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、左上の男の子の首元が違いましたよ。二つ目は、右上の女の子の靴が白色になっていましたね。そして三つ目は、左下の男の子の顔の赤みが消えていました。正解することができましたか？体育の時間に真冬でも半袖短パンの子がいましたよね。
4問目です。次も3箇所の間違いを60秒で探してください。トラクターを運転しているイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、横についている排気口の線が増えていましたよ。二つ目は、後輪のホイールが小さくなっていましたね。そして三つ目は、背もたれが長くなっていました。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。さあ、次からいよいよ4箇所の間違いです。準備はいいですか？それでは5問目です。レベルアップして違うところが4箇所になります。制限時間は70秒です。時間内に見つけることができるでしょうか？名前書きをしているお母さんのイラストです。どこが違うでしょうか。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、左上のバッグの名前欄が左に移動していました。二つ目は、左下の靴下の向きが反対になっていましたね。三つ目は、お母さんが持っているペンが短くなっていましたよ。そして四つ目は、ハンカチの紐が逆側についていました。保育園や小学校に入ると、すべてのものに名前を記入しないといけないので大変ですよね。特に算数で使う算数セットは細かい作業が多い上に数も多いので大変です。最後の問題です。4箇所の間違いを70秒で探してください。飲酒検問をしているイラストです。さあ、どこが違うでしょうか。
終了です。答え合わせです。まず一つ目は、男性が目を閉じていました。二つ目は、車のフロントグリルがつながっていましたね。三つ目は、助手席のドアノブがなくなっていましたよ。これでは運転席側から入るしかないですね。そして四つ目は、警察官の反射ベストの位置が上になっていましたね。わかりましたか？この男性、顔がすごく赤いですね。酒気帯び運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですよ。また酒気帯びで物損事故を起こしたりすると罰金では済まず懲役刑となることがあるので、少しの距離だったとしても代行運転などを利用しましょう。それでは最後におまけ問題を出題します。おまけのイラストには間違い箇所が2箇所ありますので、20秒の制限時間内に探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった方はコメント欄へ書いてくださいね。この問題は以前地の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画で使用した間違い探しは地の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。